よろしくお願いいたします。影塚円樹と申します。どんな話しようかなと思って考えてたんですけど、どうせなら一発目にこのスリラーナイトで起こったことでも話そうかなと思いまして、最近気に入ってる話があるんですよ。これつい先日うちのお店にいらっしゃったお客様から聞いたお話なんです。その方っていうのが3名様でいらっしゃったんですけど、1名がこのお店のこと昔から好きでずっと通ってくれてる方で、その方が初めて来るお客様を2人連れてきてくれたんですよ。ずっと気に入ってこのお店に通ってくださってるだけに、ステージが終わった後に挨拶に行くとめちゃくちゃテンション高いんですよね。いや、今日もステージ最高でした。ありがとうございました。いや、お前らこのステージとかさ、お店の内装すごくないっていう風に話を差し挟む暇もないぐらいにずっとテンション高く喋り続けるんですよ。そんな中、どんどんとそのお客様テンションが上がっていって、周りのお客様にこのお店の宣伝みたいなこと始めるんですよね。いや、ほんとこの内装もお化け屋敷みたいで凝ってるんだけどさ、お前らまだ見てないと思うんだけど、トイレは絶対見た方がいいんだよ。いや、トイレもこんな内装ですげえ凝ってるんだけどさ、あの内装の中で一番怖いのが日本人形なんだよ。そのお客様そう言ったんです。当店新しい、ありがたいことにですね、今年で13年目なんですよ。過去一度としてトイレに日本人形を置いたことがないんです。すいません、その日本人形ってどこで見ましたって聞いてみると、いや、またそうやって驚かそうとして、ここに便器があったら手洗うところあるじゃないですか。その真ん中ぐらいに清掃用具とかがあると思うんですけど、その辺りに日本人形置いてあるじゃないですか。しかもちょっと覗き込まないとわからないようなところに置いてあって、ほんと人間の心理ついてて凝ってますよねって言うんですが、何度でも言います、日本人形置いてないんですよ。そのお客様最後まで信じてくれませんでした。またまたって言いながら帰っていかれたんですね。たまったもんじゃないのはスタッフなんです。毎日のようにそのトイレの中を清掃しなきゃいけないんですよ、一人で。ありもしないものがあるっていうお客様が出てきたっていうだけで戦々恐々としてるんですね。こんなお店なのにスタッフの大半がビビリっていう、変わったお店なんですけれども、ただ僕自体はこんな仕事やってる以上、めちゃくちゃ面白い話だなと思って、いろんなところでこの話させていただくんです。昼に働いている時に、昼休みに仲間にこの話をしたんですよ。そしたらたまたま聞いてくれてる方が、このスリラーナイトに遊びに来たことのある方で、この話聞いた後に、あれ？日本人形あったよね？って言うんです。で、僕この話ちょっとかいつまんだ話をしたので、どこに何がっていうのを一切言わなかった。それどこにありました？便器があったらさ、こっち側に手洗うところがあって、真ん中ぐらいに清掃用具とかがあったと思うんだけど、その辺りに赤い着物の日本人形いなかった？って言うんですよ。これで2人目なんです。ありもしないものあるって言ったお客様で、これつい先月の話ですよ。ここでステージをこなして、でこの話をちょっと枕としてさせていただいたんですが、ステージ終わってお客さんのところに挨拶に行った時に、1名で来ていた男性のお客様、ありがとうございましたって言ってみると、顔青ざめてるんです。すいません、僕さっきそれ見ました。全く同じ場所です。便器があって手を洗う場所、その真ん中ぐらいにある清掃用具のあたりに、白い花の模様のついた赤い服の日本人形がいた。全く関係ない人間3人が全く同じ場所で、おそらく同じものを見ている。僕その話を聞いてから毎回トイレの中確認するようにしてるんですけども、未だ一度も見たことはありません。ただこのお店に来た際にそういったものがもしかしたら見れるのかもしれません。よろしければお店に来て確認していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。